奥川選手のような踏み出し足がこうくの字のようになるくの字ステップ、はい、これはどういったメリットがあるんですかね。くの字ステップっていうのはこういう形でステップをしていくことだと思うんですけど、股関節を内旋してみたいな、前のここですね、ここだけでやってしまうと結局上半身の音つながってこないんで、前の肩に対して肋骨の部分がひねられるプラスちょっと収縮する形です。こういう形で入るとひねるプラスちょっと縦に引き上げる形、骨側でやるか脇腹側でやるかどちらでもあるんですけど、この形でやると結局ちょっと上の方から足を控えてくるのと、ここにひねりが加えられることで股関節が裏側が入りやすくなるので、骨盤の回旋のスピードが着地にかけてかなり上がりやすい状態と、下半身の開きも遅くなりやすいので、足がつくタイミングで骨盤がするときもあって、上半身もそこで引っ張られて一緒に使っていくような形がやりやすい形です。